はい、コズの締めペアへようこそ。今回もね、続けてドラゴンボールフィギュア紹介します。はい、今回ご紹介するのはこちら。はい、来ました。 HG シリーズ、ドラゴンボールスーパー、ハイグレードリアルフィギュアドラゴンボールシルバーエディションですね。はい、シルバーエディション、こちらもね、プレミアムバンダイでね、予約しててね、まあ届いてたんですけどね、開封がちょっと遅れました。はい、今回、早速ね、開封していきたいと思います。で、まあね、そっか、箱はね、まあこういう感じでね、まあ特に当たり障りもなく、はい、こういう感じです。はい、まあ入ってるのはね、ブルー航空と、ザマス、で、苦手の極意にトランクス、はい、トランクスをホープソード入ってますね、という感じですね。では早速、開封したいと思います。はい、こういう感じで入ってます。入ってましたね。こうね、はい、トランクスだけやっぱホープソードでけえな。トランクスよりでかくなっちゃってる。はい、こういう感じですね。では早速一体一体ね、ちょっと見ていきましょう。はい、組み立て終わりました。はい、ではね、一つずつ、見ていきましょう。まずはね、悟空スーパーサイジンブルーです。はい、髪の毛は、クリアパーツですね。はい、あ、塗装はまあグラデーションとか使ってますけれども、まあ、顔はちょっと似てないよね。なんか残念だな。なんだろうな、目がちょっと離れてんのかな。後ろはこうって書いてある。まあね、結構この HG シリーズはね、塗装のムラが激しいって、よく言われてますが、まあこのスーパーサイジンブルーに関しては特に顔とか、まあはみ出したりとかそういうのはないですね。塗装に関しては、問題ないですね、これは。はい、はい、こんな感じです。ではね、これ便利だな、このテーブル、まあ、HG サイズ。はい、続いてはね、ザマス。はい、ザマスです。これはね、すっげーよくできてる。なんかザマスがね、すんげーよくできてるの、これ。あのね、顔も似てるしね、塗装もね、はみ出しもなくね、自分のはよくできてますね。で、髪の毛はシルバー、ちゃんとね、指輪もしてますね。このドロドロした腕、これもよく再現されてますね。いや、ザマスに関してはすごいな。HG クオリティにしてはね、もうトップレベルに入りますね、このザマスは。いや、これはね、すごい。いや、ザマスはこれいいな。これ出来がいいわ、このザマス。いや、いいね。このザマスは当たりザマス。はい、はい、で、次はね、身勝手の極意、悟空、こちらになりますね。顔を見ますが、なんかね、なんだろうな、目
目かな、おかしいの。なんか目がね、なんかおかしいよね。針の穴を刺したような、なんか穴っぽいのが開いてんだよ。なんだろうな、兆しの方がすげえかっこよかったな。ちょっとここにね、ほっぺたのところがちょっとね、飛び散ってんのかな、これシルバーが。あれね、やっぱそこら辺ムラがあるね。他は大丈夫そうだね。なんかね、目があれなんだよな。なんか違和感あるよな。絶対針の穴で刺したべ、これ。抗体差だよな。どうなんだろうね。これはどうなんだろう。なんでもそうなってんのかな、他の人も。で、最後、最後はね、トランクス、はい、未来編のトランクス、はい。あのね、ホープソードがデカすぎな、これ。すげえボリューム、一番ボリュームがあるあれになってるけど、ザマスよりボリュームがある。ホープソードデカな。まあ顔を見るとね、こうやって見るとあのいいんですけど、まあ、こう下から見るとね、なんか全然似てない、似てないっつうか、なんだろうな、まあやっぱそこは HG なのかな、まあしょうがねえのかな。でもこうやるとね、下からこう見上げてる感じはすごいかっこいいんだよね。まあ服とかもね、ちゃんと造形はされてますね。まあ、若干ね、ここの腕のね、袖のところがね、ちょっとね、はみ出しがあるよね。これはやっぱ個体差だろうな。ホープソードでけえな、これ。他のフィギュアでもホープソードでけえけど。この角度いいね。この角度かっこいいよ、はい、で後ろもね、こういう感じで、特に腕のところの塗装以外は問題ないかなっていう感じですかね、はい、かっこいい。ということでね、まあ、全部で、4種類ですね、まあ、4種類で、約5500円ぐらい、だったかな。どうなんだろうね、まあ、HG だからね、そう考えたらちょっと高いよね、まあ、でもね、この4つの中でね、ザマスが一番出来がいい。このザマスはね、ほんと半端ないよ、これ。HG の周りにすんごいよくできてる。いや、このザマスは気に入ったね。ザマスがやっぱね、突出してね、いいです、これ。まあ、次にトランクスで磨って、ブルーぐらい。やっぱ全然似てないな、顔が。なんか目が変っつうかね、はい、まあ人によりけりなんでね、そこら辺は意見が分かれるところですね、あと個体差ね、塗装のはみ出しとかでね、残念な人もいるみたいですけどね、結構やっぱこの HG は細かい、ちっちゃいからね、塗装とか結構飛び散ったりしてるのが多いんだよね、中でもまあその中で自分のはまだ当たりのぶりかもしんないよね、分かんないけど。はい、ということでね、
今回はね HG から、ドラゴンボール、はい、紹介させていただきました。まあね、この他にもね、ジャンジャンとね、まあ、ドラゴンボール以外でもね、紹介していきますんでね、ドラゴンボールだけじゃないんで、はい、まあ、いろんなフィギュア、手に入り次第、紹介していきますんでね、この機会に、チャンネル登録していない方はチャンネル登録をしていただいて、見ていただいた人でもね、ぜひね、いいねボタン、あとグッドボタン、はい、お願いします。それがね、励みになりますんでね、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。